皆さんどうもこんにちは。今日は少しいつもとは違う形にして一つのテーマについて掘り下げてお話をしていこうと思います。あとその都合上どうしても私がいつも考えていることをストレートにお話しすることになります。だから賛否両論あるかもしれません。なので私の考えに意見がある方やいやいや私はこう考えますみたいのがあればぜひともコメント欄に共有していただけると嬉しいです。また私の話を聞いてなるほどって思った方はいいねボタンやチャンネル登録しておいてください。よろしくお願いいたします。それでは早速本題に入っていくんですが、今回はリビング階段にして後悔するパターンというテーマでお話をしていこうと思います。リビング階段っていうのはその名の通りリビングの中にある階段のことを言うんですが、これものすごい流行っていますよね。私の公式 LINE にもよく間取りを見てくださいっていうメッセージが届くんですが、かなりの割合でリビング階段の間取りになっています。だからもしかしたら皆さんも今後ハウスメーカーから間取りの提案を受けるときにリビング階段のプランを提案されるかもしれません。そしてこの時にあまり深く考えずに提案を受けてしまうと後々後悔する可能性が大きくなってしまうんです。ではそれが一体なんでなのかというと、階段の位置というのはその後の生活スタイルを固定することに他ならないからです。だから例えばなんですが、あなたの担当営業マンがリビング階段にするとリビングを通って2階に上がるため子供とのコミュニケーションの量が増えますよとか、リビング階段にすると無駄な廊下を削除できます、だからコストダウンにつながりますとか、あとはリビング階段にしたことで縦壺がコンパクトになります、だから冷暖房効率が上がりますよみたいな営業トークを言われたとしても冷静に考えてください。今挙げた営業マンが言うであろう営業トークは間違いなく事実なんです。事実ですし、リビング階段の立派なメリットなんですね。でも先ほどもお伝えしたように階段の位置というのはその後の生活スタイルを固定することに他ならないんです。だから安易にリビング階段にしてしまうと今後その家に住み続ける限り一生ストレスを抱えることになるかもしれません。ではこれについてもうちょっと深掘りをしていきます。例えばこれから家を建てようとしている人、言い換えればお施主さんと呼ばれる方の中にも自ら子供とのコミュニケーションの量を増やすためにリビングに階段を設置しましたという人も結構いるんですね。まあこの手のメリットはネットにもよく書かれていますし、インスタグラムやピンタレストを見てリビング階段に憧れを抱くのもわかるんです。でもよくよく考えてみてください。リビング階段にしないとコミュニケーションが取れない家族って結構やばくないですか？確かに子供が大きくなって知らない間に部屋に彼氏彼女を連れ込んでいたなんてことは困りますよね。それに帰宅後自分の部屋に直行して家族の会話が少なくなるなんていうことも心配になるのはわかります。ただそれを解決するための手段がリビング階段というのはどうも役不足というか、もっと他にやれることがあるんじゃないのかなって思うんですよ。これ自分が住宅営業をやっていた時も銀行で不動産の融資担当をやっていた時もずっと思っていたんです。だってそれこそ子供とコミュニケーションを取りたいならおはようとか行ってきますの挨拶をするとか、ご飯を食べる時はテレビをつけないで家族との会話をメインで楽しむようにするとか、日々できる日常の積み重ねってあるじゃないですか。それをすっ飛ばしていきなり飛び道具を使うのはちょっと違いますよね。またリビング階段の位置にもよるんですが、一部のリビング階段ってずっと家族と一緒みたいな感じの間取りになるんですよ。だから廊下に階段があるタイプの間取りに比べてプライベートが保ちにくくなるんです。これはリビング階段のよく言うデメリットでもあるんですが、例えば2階にテレビの音が漏れてしまったり、料理の匂いが上がってしまったり、あとは子供の友達が家に来た時に、リビング階段だと親はリビングでダラダラできないとかですね。そんな感じで常になんとなく人の存在を感じることができる間取りがリビング階段でもあるんです。このことに気がついた上でリビング階段にしているのか、それとも気がつかないでリビング階段にしてしまっているのか、これって大きな差があると思いませんか？何度も言いますが、階段の位置というのはその後の生活スタイルを固定することに他ならないわけです。しかも階段って容易にリフォームすることができないんですね。だから失敗してしまったらそれこそ取り返しがつきません。なので階段の位置は慎重に判断してください。ただそうは言ってもどうやって気をつければいいんだっていう話じゃないですか。なので今からリビング階段を設置する上での注意ポイントを3つお伝えします。1つ目は手段を目的にしてはいけないということ。
2つ目は1つ目を理解した上で手段を増やすということ、そして3つ目は2つ目を意識した上で質を意識するということ、以上の3つになります。まあ、なんだか一見すると小難しそうなんですが、簡単に一言でまとめるんだったら、問題解決の精度は選択肢の質に依存するということです。まあ、これがどういうことなのか順を追って説明をしていきます。一つ目の手段を目的にしてはいけないということに関してですが、これは私の動画でよくお伝えしていることですね。間取り作りにおいて手段が先行してしまうとろくな家にならないからです。例えるなら、先ほどから説明している子供とのコミュニケーションを目的としてリビング階段を設置すること、これがまさにそれです。子供とのコミュニケーションを目的とするなら、リビング階段にせずとも、もっと別の方法でコミュニケーションを取った方が良くないですか？どう考えても効率悪いですよね。でもこういうのって言われるまで気がつかないことが多いんです。なぜなら、手段が目的になっている時って、営業マンもこれから家を建てる人も盲目になっていることが多いからなんです。だから冷静に、何が目的でそれを達成するための手段は本当にそれが最適解なのか、これは自分たちで考える必要があります。続いて2つ目の、1つ目を理解した上で手段を増やすということに関してですが、手段、つまりは選択肢の幅が狭ければ導き出せる答えも少なくなります。これは当然ですよね。だからこの段階ではとにかく情報の数を集めることが重要です。最初は自分たちにとって何が重要な情報で何が重要な情報じゃないかなんてわからないですからね。なので今回の場合だったら、階段というテーマでブログ、 YouTube、 Instagram、 ボイシー、何でもいいのでとにかく集められるだけ情報を集めてください。これが2つ目です。そして最後に3つ目、2つ目を意識した上で質を意識するということについてです。質っていうのは、言い換えれば一次情報のことを言います。つまりその人が経験してきたことがしっかりと情報に反映されているかどうかっていうことです。日本中を見ればとにかくたくさんの人が家づくりをしているわけですから、みんないろんな壁にぶつかっているはずなんです。それをどう解決してきたのか、その生の声の情報が深ければ深いほど情報の価値ってあるんじゃないのかなって思うんですよね。なので最後は情報の質、これを見極めることが重要なんです。そしてこれらを一言でまとめると、問題解決の精度は選択肢の質に依存するということになるんです。間取り作りにおいていい選択肢がたくさんあればあるほど、やっぱりいい家って完成しますからね。こういうのって調べるのも考えるのもめちゃくちゃ難しいんです。だから調べたり深く考えたりするのが苦手みたいな人からするととっても苦痛なはずです。ただそこを乗り越えた先に自分たちの理想の間取りがあるんじゃないのかなって私は思います。ということで、最後は間取り全般で使える話にはなってしまいましたが、今日の話をまとめると、リビング階段にして後悔するパターンとは、浅はかな考え方で階段の位置を決めてしまっている場合だということ。階段の位置を決めるということは、その後の生活スタイルを固定することに他ならないということ。そして失敗しないためにも、手段と目的を明確に切り分けて考えて選択肢の質を追求していくこと。選択肢の質とは一次情報の深度ですよ、という大きく分けるとこの3つでした。もし皆さんの中で間取りに関する悩みや、あとはこういう階段にしたらよかったよみたいな感想があれば、ぜひともコメント欄に記入をお願いします。皆さんの意見が今後家づくりをする人たちの参考になると思います。あと私はインスタグラムや公式 LINE などを通じて優秀な住宅営業マンの紹介や相談にも載っておりますので、フォローよろしくお願いいたします。それではまた次回も会いましょう。バイバイ。